鳥居玉納屋神社は、山口県防府市大崎にある神社。式内社、周防国一宮。旧社格は、国幣中社で、現在は、神社本庁の別表神社。同市内にある同名の神社3社、及び、大阪府八尾市にある、玉納屋神社は、当社から勘定を受けたとされ、当社はこれら玉納屋神社の総本社である。現在の祭神は、以下の二柱。延喜式神明帳には、玉納屋神社に座とあり祭神は二柱ということになるが、玉納屋命の他は不詳。玉納屋命、石こり止めの命ともに、日本神話では、岩戸隠れの段に所出し、天孫降臨の段ではことも糸口として、天孫と共にあもった。仏性はないが、まが玉やくだ玉を作る集団である玉造り部が、祖神玉納屋命を祀るために創建したと考えられている。日本書紀によれば、慶光天皇が熊祖征伐のために西行する途中、この地の神無津祖姫を長とする一族が神儀を捧げ、恭順を示し、この時天皇は玉納屋神社で戦勝祈願したという。社殿によれば、祭神の玉納屋命がこの地で亡くなったため、社殿を造営して祀ったのに始まるとされ、付近には玉納屋命の墳墓と伝えられる玉の岩屋がある。平安時代には周防国一宮として崇敬を受け、中世以降も歴代領主から崇敬された。東大寺再建の用材調達のために沢川流域を訪れていた俊則、傍聴源はその完成の感謝として建久6年に玉納屋神社に社殿と十町の免田を寄進した。社では長源が下版した、周防国一宮造大神殿宝物等目録を所蔵している。秋の例祭の前日の夜に、裏手神事が、当日の早朝には土かないで炊いたご飯を神前に、備える、炊き上げ神事が行われる。共に、神宮皇后が、三冠征伐の際に、当社で軍の吉凶を占った故事に由来すると伝えられる。裏手神事は白ふんどしの二人の軍師が相撲のような所作を行う神事で、夜の神事、裏手相撲とも呼ばれる。現在は夕宵に行われ、春の大祭にも奉納される。山口県指定の無形民俗文化財となっている。黒柏鳥天然記念物に指定されている黒柏鳥発祥の地とも言われ、境内には顕彰碑が立つ。また、境内で数匹が飼育されている。ありがとうございます。